スターですね。いやいや、綺麗。ああ、いいですね。はい、ああ、プロだ。言わせてないですよ。じゃあ今日よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあゆっくり、はい、2、3で真ん中に座ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。シートベルト失礼します、はい。屋根を開けてもらいます。あ、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。人力車じゃあ10回目くらいってことで。そうですね、もうちょっと乗ってるかもしれないです。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。いつも、いいえ、ありがとうございます。以前は誰に乗られたんですか。はい、以前は一番多いのが秋元ゆかさん。あ、ゆかさんに、はい、そうなんですね。とか、リエさんとか。リエさん、あ、はい、結構いろんな方と一緒に。ね、はい、奈々ちゃんさんとか、はい、そうですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ持ち上げは、はい、あ、屋根、失礼します。屋根、あ、そうですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。持ち上げます。はい、大事背もたれにお願いします。はい、ありがとうございます。よいしょ、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。バックしたいと思います。はい、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、後でちょっとまた、はい、自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、はい、今そうですね、はい、ありがとうございます。ライバー担当しました、山愛佳です。はい、お願いします。よろしくお願いします。今10時3分なので、大体30分から、はい、30分後くらいの10時36分過ぎに、はい、はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。スカイツリーの景色とかは、はい、あ、そうですね。あ、でも、そうですね。結構、はい、晴れてる日に撮影できることが少なくて。あ、はい、よかった。そうです、今日はすごくいいですね。そうです、今日晴れだから、はい、はい、そうですね。めっちゃ晴れますね。はい、スカイツリーの説明とかはもう、はい、あ、そうですね、何回か、はい、してもらいましたね。はい、反対側行ったことありますか。はい、あ、反対側も半分ぐらい、反対側に、はい、ね、行ってる感じですね。じゃあもう反対側も、はい、マスターですね。いやいや、そんなことないですけど、はい、今回は私のおすすめのお店と紹介しながら、はいはい、あ、ありがとうございます。はい、お願いします。今日も暑いですね。そうですね、そうですね、6月なのにもう8月みたいな気温でしたよね。もう暑いところでは、はい、そうですね、結構もう危険な暑さですよね。はい、40度ってやばい、体温より高い。そうですよね。ちなみに地元は、はい、話ししない方がいいですか。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、地元は山口県というところです。山口ですか、はい、今はどちらに。今は横浜に住んでます。はい、お仕事で。あ、仕事都内なんですけど、はい、なんですか、横浜がなんか雰囲気が好きで。あー、いいですね、はい、住んでます。横浜か。はい、行ったことあります。
はい、私の叔父が横浜に住んでて。あ、そうなんですね。はい、あ、そうなんです。すごいおしゃれなところに住んでらっしゃいますね。はい、両親が神奈川出身なので。あ、そうなんですか。私は群馬なんですけど。あ、群馬ですか。はい、あ、群馬も暑いですよね。今年またね、暑そうですよね。先々週くらいに40度越したと思うんですけど。東京より5度ぐらい高い感じですかね。あ、私の地元が日本一暑くなるので、はい、館林市みたいな。あ、伊勢崎市ですね。伊勢崎市、あ、はい、そうですか。そっかそっか、ちょっとだけ誇らしくなりますね。埼玉に勝ったみたいな。あ、埼玉がね、やっぱりクローズアップされますからね。テラちゃんさんは、はい、夏の車夫さんの経験ってもうあるんですか？はい、ありますか？すごく暑いですね。暑いですか？あ、そうです。それ、去年もとても暑かったです。暑かったですよね。去年も暑かったです。去年ちょっと涼しくなるのが早かったですよね。なんか9月ぐらいからちょっと涼しくなりましたけどね。今年はこんな感じですかね。はい、ちょっと不安な部分ありますね。ね、これ以上暑くなる感じが、はい、はい、40度は超えないでほしいですね。そうですね。そうそう、今からあれですかね、夏休みに入るからまた浅草も人が増える感じなんですかね。そうですね。そうですよね。結構お正月とかも多かったですね、はい、人が。あ、そうですか、はい、あ、今年はそっか、コロナもだいぶ落ち着いてはいないけど、ね、はい、ちょっと慣れてきたもんね。そうですね。そうそうそう、はい、ちょっとね、日本またちょっと今増えてきてる感じがあって、はい、そうですよね、うん、またちょっと心配ですよね。心配ですね、はい。はい、コロナ気をつけてとか送られてきます。あ、やっぱそうですよね。こっちに住んでるとそうですよね。東京多いですもんね、人も。そうそう、多いから。そうですよね。でも1回くらいなんか無症状でかかってるのかなと思って、はい、ちょっと前に、抗体検査したんですけど、出なかったんですよね。出なかったですか。まだかかってないですね。結構車夫さんはなんかこう免疫力強そうな気がしますよね。こういう、はい、他の人より体力があるような気がしますね。私すごい風かかりにくいんで。あ、そうなんですね。すごい、さすがですね。いや、バカは風邪をひかないって言って。そんなことないでしょう。はい、明治通りですね。はい。あ、以前説明を受けられたこととかありますよね。あ、そうですね。まあでも説明をしていただきたいです。はい。左にちょっとだけ見える、はい、オレンテ君。オレンテ君。ご存知ですか？はい、実は知ってます。いや、他の方から聞いた。そうですね。私すごい、はい、お気に入りなんですよ、はい。あ、そうなんですね。はい。可愛いですよね。はい、可愛いです。背中になんか爪があって。背中にですか？背中に爪がありますよね、オレンテ君って。オレンテ君ですか？はい。あ、なかったでしたっけ？あそこの公会堂、公会館、公会堂、公会堂の横にいるオレンテ君の背中に、はい、確か爪がある気がします。本当ですか？そんなにか、はい、マジマジ見たことなかったかもしれないです。ちょっと今日見たいです。はい、見ましょう。あそこにいますよね。いらっしゃいますか？あー、好きなキャラクター、なんだろう、難しいな。あ、でもポケモンとか結構、はい、やってましたね。はい、誰が好きですか？誰？あ、誰？僕イーブイとか、
犬っぽい子が好きです。はい、私ポケモンあんまそんな詳しくないですけど、はい、犬知ってます、ね、あ、知ってます、可愛いですよね、はい、あそこのいますよね、爪ついてますよね意識してみたことなかった、はい、可愛い結構キャラクターとか好きですか？あ、大好きです。マスコット超好き。あ、そうなんですね。なんか漫画とかアニメとかを見られる感じですか？結構見ますね。あ、見ます。そうなんですね。なんか見られてますか？あ、なんかみんなが見てるやつを見てる感じかもしれないです。例えば、うん、まあ、なんかベタですけど、ワンピース読んでたりとか。ワンピース、はい。あ、そうなんですね、はい、あ、朝のあれですか、日曜日の朝やってるやつ。あ、違う、あの漫画の方、ネットフリックスで、はい、巨人島編から見直して。あ、そうなんです、はい、見直しているってことはあれですか、なんか、はい、もう一回見て。あ、なるほど、すごいですね。もう一回見たけど、はい、何回見ても面白いから。あ、面白いですよね、はい、昨日もちょっと夜遅くまで。あ、そうなんですね。へえ、すごい、そんなに好きなんですね。いやいや、なんか最近たまたま見始めただけです、はい、あ、ワンピースね、見始めると止まらないですよね。止まらないですよね、はい、長いし。そうそうそう。昨日は、はい、今ドレスローザ見てるんですけど。おお。あそこね、面白いですよね。めっちゃ感動しちゃいましたね。そうですね、泣けるポイントが結構ね、いっぱいありますね、ドレスローザは。誰が好きとかありますか？あー、誰だろう。ゾロかな。ゾロ、あー、かっこいいゾロ、そうですね、好きですね。いやー、男気ありますよね、ゾロは、はい、あの、一巻の貼り付けられてるゾロが好きで、はいはい、かっこよくないですか？かっこいいですね、あ、そう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 。いやー、めかっこいいですよね。そうそう。あまり言うとちょっとネタバレになっちゃうんで。そうですね。はい。はい。他はどんな作品見られたりするんですか？あとは進撃の巨人とか。あ、進撃。はい、すごい好きですね。進撃、私も進撃も全巻持ってます。あ、本当ですか。めちゃくちゃ面白いですよね。面白いです。もうなんかアニメも面白いし。すいません、はい、柳田屋さんの、はい、抹茶の、うん、抹茶に入った抹茶の、はい、スイーツがあって、はいはい、すごい若い子に。ああ、そうなんですね。今の来たお姉さんとかに人気なんですけど。あのお酒とかを入れるあれですよね、はい、あの日本酒を入れるマス。はい、はい、そこにやつに入ってて、はいはい、めちゃくちゃおすすめです。あ、そうなんですね。私自身ちょっと抹茶食べられないので。あ、そうなんですか苦手ですか？苦手なんですよ。あ、そうなんですね。でも家族が好きなので、はい、抹茶のお菓子とかは、はいはい、買って帰ったりとかするんですけど。あ、そうなんですね、はい、浅草は抹茶のお店結構ありますもんね。そうなんですよね。うん、ちょっとなんか苦く感じちゃうんですよね子供だから。あ、そうなんですか。いやいやいや、今学生さんですか？はい、今学生です。はい、そうなんですね。すごいですね、アルバイトでじゃあ。はい、はい、あ、すごいですね。ここで経験を過ごしていただいてます。なんでシャフさんのお仕事をしようと思ったんですか？いや、なんか、はい、かっこいいなと思って。あ、かっこいいですよね、確かに。はい、なんかちょっと、はい、中学生くらいから、はい、憧れてて。そうなんですか、はい、すごいですね。乗ってみたいなと思って。乗ったことはあったんですか？いや、ないんですよ。あ、そうなんですか、すごい。ないんですけど、はい、なんか中学生の時に、はい、なんかちょっと本で読んで。本で読んだ、はい、へえ、かっこいいなと思って。はい、走るの好きだったので。あ、そうなんですね。できたらいいかな。あ、そうなんですね。あ、すごい素晴らしいですね。いやいやいや結構運動も好きなんですか？
いや今全然ですね。そうですか。前は好きだったんですけど、はい、ああそうなんですね。今ちょっと怠けちゃってますね。なかなか、はい、なきゃな。いやいやいや、おはようございます。いらっしゃい、見てきます。もんじゃコロッケ、もんじゃコロッケさんね、はい、はい、すごくおすすめです。はい、もんじゃおコロッケでした。はい、大発明品ですね。食べたことありますか？あ、あります。めっちゃめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいですよね。はい、あ、以前あの、はい、ドライブスルーの撮影を実は協力していただいて、はい、はいはい、あのもんじゃコロッケさんで、お、はい、そうなんですね、あります一回。ドライブスルーいいですよね。はい、飲みながら、そうそうそう。結構ひらちゃんさんは浅草で旅歩きとかされますか？あんましないです。あんましないですか。でも、はい、初めて来たのが、はい、小学生、高校生とかなんですけど、はいはいはい、はい、だからめちゃくちゃ迷ったんですね。あ、浅草自体が、はい、あ、そうですね。でも今行ったらいろんな楽しみ方できるから、はい、友達と来たいなと思ってます。あ、そうですよね、はい、お店もいっぱいあるし、なんか遊ぶところもね、はい、はい、あるんでいいですよね、はい、右前に、はい、大村さん、更新さん、大学芋とかスイートポテト、はい、おー、めちゃくちゃ甘くて私大好きです。あー、そうなんですね。おはようございます。おはようございます。行ってきます。今日ってなんかあのホオズキ市なんかやってるんですよね。ホオズキ市っていう、あ、そっか、もうこの時期、はい、あ、今日なんですね、すいません、はい、把握しなくて。こういうの持って、あ、そうです、今から多分、ね、そう、みんな多分今からそうですよね。浅草ロック通りでございます。はい、はい、ロック通り、ここの話聞きました。あ、聞いてるんですけど、まあ、あの紹介していただきたいです。ありがとうございます、はい、ここロック通り、はい、昔日本で一番栄えた場所になってます、はい、でどれぐらい栄えてたかっていうと、はい、ここからあっち道の終わりまでが、だいたい100メートルないくらいなんですけど、はい、渡りきるのに30分もかかりました。30分、はい、あのドンキホーテのあたりまで行くのに30分ぐらいかかるってことですよね、はい、そうなんです。もう人がすごいですね、いっぱいいて、はい、すごい多かったんですよ、はいはい、というのもここ日本で初めての映画館があったりして、あ、はい、すごい、あそこのランダンの建物、左側のあの白い大きいやつですね、はい、はい、が有名だったり、うん、で、あそこが日本で初めての映画館で、はい、すごい栄えてました、ここが。あ、ちなみにお写真とかは撮られます？あ、大丈夫です、はい、ありがとうございます。そのまま失礼します。だんだんと気温上がってきてますよね。上がってきてますね、あの出発した時よりちょっと、そうです、なんか体感上がった気がします、はい、上がった気がしますね。暑さに強いので私は。あ、そうなんですか。すごいですね。ずっと高部活だったので。ああ、そうですか。私の夏さは、ああ、部活何してたか聞いてもいいですか？はい、陸上部で。あ、陸上部ですか、うん、すごいですね。いやいや、ああ、なるほど。夏は辛いし、夏は暑いし、はい、冬は寒いし、ああ、めちゃくちゃ大変です。陸上部はもうきつそうなイメージがありますね。はい、でも楽しかったです。おー。ああ、そうなんですね。あ、いいですね。あ、かわいい。かわいいですよね。かわいい。色もかわいいですね。かき氷、わー、もうそんな時期ですね。
クレープとかき氷、うん、もう夏ですね。この前年越ししたばっかなのに、はい、早いですよね。あっという間すぎて、そうなんですよね。なんか、はい、夏の浅草のなんかこうお店のなんかこう夏限定メニューみたいなのっておすすめあったりしますか？なんか分かればいいです。夏限定メニュー、はい、なんか夏浅草に来たらこれ食べたらいいよみたいなものが、なんだろう。でもかき氷のお店とかはすごい増えるので、はい、あ、夏増えるんですね。そうですね。あ、はい、めちゃめちゃいっぱいあったりするのでおすすめですね。あ、いいですね。かき氷好きですか？あ、大好きです。あ、いいですね。なんかあの東京に来て、はい、おしゃれなかき氷いっぱいあるじゃないですか、はい、いわゆるなんかこうふわふわしたやつ、 ありますね。ああいうのが地元になかったのですごいかき氷美味しいなって思ってます。最近本当ですよね。なんかお祭りとかで食べるやつは、はい、地元のお祭りとかはそう、あれもあれでね、美味しいんですけどね。ガリガリした氷を。今日はミニスが開いてるんですか？ああ、平和の、はい、平和はしたことないですね。本当ですか？はい、平和の日が20歳からとかで、はい、え、まだあれですか？はい、あ、そうなんですね。はい、あ、今年20歳になる感じなんですね。めちゃくちゃ若いですね。いや、全然。すごい。え、今年20歳ってことは今19で、去年はもう社夫さんデビューされてたんですよね。あ、そうですね。え、すごいですね。18とかで。いや、そうです。でも下の世代の今年20歳って、はい、あ、そうなんですか。ちょっと先輩頑張らなきゃなすごい。え、じゃあもう、高校卒業してすぐぐらいですか？この、高校卒業してすぐぐらいから始めた感じですか？そうですね。高校卒業して、はい、東京出てきて、すぐ。はい、すごいですね。なんかあの、研修とか、この間のテレビ番組で、はい、はい、東京力士さんの、ね、はい、研修の様子とかやってましたけど、やっぱりね、厳しいじゃないですか、なかなか。ああ、そうですすごいですね、あれをやられてきたっていうのを知ると。命は預かってるので。あ、本当ですね。あれくらいは。そう、思いました。怖いです。はい、あ、でも、はい、いろいろああやって教えていただけたから、はい、今ちょっと自信持って走れてるって。ああ、そうですよね。よいしょ。日陰ですね、はい、大丈夫ですか？暑くないですか？あ、僕大丈夫ですよ、全然。むしろあのテラちゃんさんの方が。あ、もう全然、はい、大丈夫ですか？はい、はい、暑さに強いので。本当ですか？はい、すごいですね。ぜひ任せてください。いや、本当にこの時期走ってらっしゃる姿見ると本当すごいなって思います。ありがとうございます、はい。そうですよね、この時期めっちゃ道行く人とかにも、はい、暑いでしょとか言われます。本当ですね、はい、そうですよね。でもまだ朝ですからね、はい、そうなんですよね、今から本当ですね、はい、今からね、ちょっとね、今日は特に決まってないので、なんか食べて帰ろうかなって、はい、思ってます。
なんかひなちゃんさん おすすめのまたすみませんおすすめのを聞いちゃってあれなんですけど、はい、天ぷら屋さんか、はい、もんじゃ焼き屋さんでお好きなお店ありますか？ありますお、さっきはいご紹介しきれなかったんですけど、はい、六文銭さんっていう、ああはいはい、聞いたことありますか？あります。ごめんなさい、ありがとうございます。はい、外国屋さんは行ったことあります？あ、実は行ったことあります。あ、プロだ。はい、天ぷらだと雷門通りにある、はい、この通りですね、雷門通り。はい、はい、この通り雷門通りなんですけど、はい、ちょっと前通りながら、はい、あ、ありがとうございます。でかいここ、アサヒビールの、はい、看板が、おお、ここにもアサヒビールが、はい、ビール飲みますか？あ、はい、飲みます。アサヒビールを朝日ビールが、朝日ビール言わせてないですよ。本当にでも朝日ですか？朝日、はい、ビール好きです。朝日の何飲まれるんですか？朝日生ビールっていう最近出た、うん、ちょっと昔のやつの復刻したビールみたいなのがあって、あ、そうなんですか？はい、それが美味しいんで好きですね。いや、ビール飲んでみたいですね、はい、おもう今年飲める感じですかね。はい、10月が誕生日なんで。あ、そうなんですね、はい、あ、10月から、はい、やっとぜひ。最初はなんかこれが美味しいって感じるようになるのかなっていうような、はい、先輩たちも言ってました。そうそう、そうなんですか、はい、いやー、でも父が毎晩お酒を飲んでるので、はい、あ、そうなんですね、はい、その影響でだから結構お酒は知ってるんですけど、はい、あ、そうなんですね。そうですね、いや、あんま強くはないのかなって思ってます。あ、そうですか。あ、父が弱いので。あ、そうなんです。あ、僕もね、父親が弱くて、はい、僕も完全に同じ体質なんで。はい、やっぱ遺伝しますよね。遺伝しますね。そう、お酒は遺伝しますよね。はい、モンブランさん、モンブラン、あ、はいはい、行かれたことはありますか？あ、ここはね、ないです。あ、並んでますね。いつもお昼前ぐらいすごいですよね、ここ。あ、そうなんですね、うん、あと、おそばとテイクルとかも、はいはい、終わり屋さん、あ、終わり屋さんもまだ行ったことがないです。あ、本当ですか？はい、ぜひぜひ、はい、行ってみます。ありがとうございます。お蕎麦はお好きですか？あ、お蕎麦大好きです。お、じゃあ、はい、おすすめですよ。あ、ありがとうございます。この雷門通りにも、はい、向こうの方にもあって、あ、終わり屋さん、そうですよね、はい、はい、乗り場の近くにありますよね、はい、そうなんですよ、うん、人気です。あ、そうなんですね、はい、雷門通りはすごく飲食店が多いですよね。そうですね、
はい、はいはい、ひらちゃんさんは、はい、なんか、こんにちは。なんか、こう、食べ物だと、特に浅草の食べ物だと何がお好きですか？はい。ラーメンですね。あ、ラーメン。おー、ラーメンって言ってくれた人初めてかもしれないです。はい。ラーメンめっちゃ好きなんですよ。あ、そうなんですね。浅草だとどこですか？はい。新仲見世通りの、そうです、はいはいはい、ここがすごい美味しいですか、はい、行ってましたね。あ、今度行ってみます。はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。あ、そうですね。あっという間ですよね、本当。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、すごい楽しかったです。拙い概要でしたが。そんなことないです。はい、ありがとうございます。そうなんです。そうなんです。すごい。はい。あ、すいません。じゃあ優先権を預かります。はい。すいません、お願いします。ありがとうございます。あ、ゆかさんの。ありがとうございます。すごい、セラちゃんさんなんかネイルがすごい綺麗ですね。いや、全然ちょっと自分で塗って。あ、自分で塗ってるんですか。はい。もうはげてきてます、だんだん。そうなんです、ね。恥ずかしい。そんな。暑いので体調に気をつけて。いやいや、寺さんの方こそ。いやいや、私は大丈夫です。主婦さんの方は絶対、はい。はい、領収書と一体券とご乗車券となります。はい、ありがとうございます。またお待ちしてます。はい、ありがとうございます。なんか、ありがとうございます。平田さん、文字が可愛いですね。初めて言われた。本当ですか。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、ここで
動画切りたいと思いますので、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。はい、じゃあ切ります。